この図は、語種と意味分野の関係を示したものです。意味分野というのは、個々の意味ではなくて、意味の範囲を、ある程度大きな範囲を示しています。ここにありましたように、抽象的な関係ですとか、人間活動の主体、人間活動というのは、かなり幅の広い意味を指しています。もともとのデータは、1950年代の雑誌のデータを元にしたものとなります。でこの図を見ますと、人間活動のところで、 漢語が七十七パーセントとかなり大きな範囲を占めていることもわかります。これは人の活動に伴う語というのは漢語が多いということになります。でその一方で自然物および自然現象は和語が六十五パーセントぐらいとなっていてここは和語がかなり多いことがわかります。さらに外来語が多いのは生産物および用具まあ物の名前となりますけれどもここでは外来語は二十パーセントぐらい を占めていますでこのように意味の大まかな範囲意味分野で見ると外来語が多いところ和語が多いところ漢語が多いところというような区別が分かってきますそれから文法的な性質ですけれども和語はもともとあった日本語ですので名詞動詞形容詞副詞連帯詞接続詞感動詞すべて揃っていますけれども漢語と外来語は後から入ってきた言葉ですので 日本語の文法にはちょっとと乗らないところがあるんですね漢語は名詞がほとんどで一部副詞になったりしますけども形容詞にすることはできなくて形容動詞ととして名をつけたりりすすることがありますで同じように外来語も、まあ、ほぼ名詞として入ってきていて形容動詞にしたければ「名をつけるで動詞にしたいときは「する」をつけるっていうことになって日本語の文法の中では、まあ、漢語外来語は「 まあほぼ名詞として機能しているってことがわかります。ここに示した図は現代の書き言葉を元にして語種と使用頻度の割合を探ったものです。コーパスっていうのは書き言葉話し言葉をたくさん集めて検索できるようにした言葉のデータベースを言います。コーパスを使って上位5000を千語ずつに区切り、でその中で語種の割合を見ています。 上位・線語、一番よく使われる語のグループでは和語・漢語がほとんどを占めて外来語はほとんどありませんで、使用頻度が下がってくると和語が少なくなり漢語が増え外来語が増えるそういう傾向を見て取れますで、このことから基本的な言葉は和語と漢語で占められているということがわかりますでは 語詞の割合がどうなっているかというのを見ています新選国語辞典にはその辞書に使われている語詞の割合っていうのが示されていますでこれをご覧になるとわかるように漢語が49.4%ということは辞書に載っている言葉のほぼ半分は漢語だということはわかりますで和語が33%ぐらいで外来語が9%この割合は実はコーパスなどの値とも 意外に近いということこが知られていますで現代の日本語の状況を見ると、まあ、数だけで言いますと漢語和語外来語という順番であの言葉の数が多いということになります。ここに挙げたののは今今週週内訳です今週語というのは先ほど申しましたように和語漢語外来語を組み合わせて作ったものとなります。組み合わせは 三等であって和語と漢語、漢語と外来語、和語と外来語まあ三つということもありますで、この数がの新職国語地点によると和語と漢語が一番多くて全体の84.3%例えば台所という言葉はこれに該当しますその後漢語と外来語、和語と外来語はあまり多くありませんで、中には和語と漢語と外来語の三つを組み合わせたこの仕というのもあります例えば折れ線グラフ という言葉はその例となります。おでせんグラフのおでは和語、せんは漢語、グラフは外来語となります。で、今申し上げようとし申し上げたことが日本語の歴史とどう関わっているかについてこれからちょっと見ていきたいと思います。で、語種というのは過去に日本語はどの言語とどういうふうに関わってきたかということを反映する。これ日本語の歴史がこう投影されている。 データとと考えていいと思い思ますすごく大まかな歴史を考えますと日本語1,000、まあ、年以上の歴史確実にありますけれども元からあった言葉は今でも使われていますでそこに何世紀ですかね5世紀6世紀とかその辺からどんどん漢字漢語が入ってきてもう二大勢力みたいな和と漢の対立という時代がかなり長く続きました。で中世 以降少しずつ特に明治以降が大量に外談語が入ってきてまあそこから和と漢と洋とまあ和洋中っていう方がいいかもしれません。その3つの対立の時代になってきて二層構造だったものが三層構造に変化したというのは大きな特徴かと思います。ここの次に挙げた図はですね日本語歴史コーパスという資料が 今国語研究所で公開しているんですけれどもそれを使って漢語はどれぐらいい増えたのかということを歴史的にに明らかにしたものです。この図で言うと黄色い線が「漢語」になりますけれども平安時代にちょっと上がって鎌倉時代に下がるこれはデータの取り方のせいかと思いますけれども室町時代から江戸明治にかけてかなり急激に漢語が増えていることが分かります。でまあ、逆に言うと和語が下がっている でこれが明治直前までの時代の日本語の二層構想だった時代の語彙の要素を反映しています。でそれ以降明治期以降外来語がたくさん増えてくるわけですけれども特に20世紀後半における外来語の増加については客観的に調べることができます。1950年代に行われれた調査とそれから 20世紀後半21世紀にかけてのデータをもとにしている現代日本書と言均衡コーパスこの2つは約50年ぐらいの開きがあるんですね、まあ、ちょうどそれが20世紀の後半にあたりますのでその時期にどれぐらい外来語が増えたかあるいは他の語種が変化があったかということを調べることができます。最初に挙げた図は延べ語数の図ですけれどもこれで見ますとワゴンがちょっと減って漢語がちょっと増えた。 外来語も少しだけ増えています。という、まあ、変化はちょっと少ないなっていうような印象を受けるかもしれません。ところが、もう一つの図ですね。これは異なり語数ですけれども。異なり語数というのは、言葉の種類と考えてください。同じ言葉が何回出てきても、一回と数える、そういう数え方です。これを見ると、和語は先ほどの延べ語数の場合と同じように、少し減っています。同様に、漢語も減っていることがわかります。 その減り方はあまり大きくはありませんしかし外来語の増え方はかなり大きいことがわかります9.8%から18.6%に増えています少なくとも現代の書き言葉においては2割弱が外来語ということになりますこの辺が外来語が増えてこの後にもご紹介するまわ、あ、かりにくいとかいう話とつながっていくことになります で外来語はもともとどこから来たかということもこれも調査で明らかになっています一番多いのは英語で約8割その後はフランス語ドイツ語と続いていますポートナルやスペインはかなり古くから入った言葉になりますでこれは今まで述べてきたことのまとめをイメージとして描いたものですで日本語の三層構造と申しましたけれどもまあ、和語が一番土台にあってこれは基礎となる言葉 話し言葉でもたくさん使われますし、まあ、子どもでも知っている言葉も多いでその上に漢語が載っているという形になるで漢語もかなり定着しているものがありますので中には和語に近いものとかそういうイメージとしては区別がつかないようなものもあったりします。でさらにここ100年ぐらいの間に外来語がさらに乗っかってここが今活発にこう言葉が入ってきたりあるいはもう使わなくなったりという,そう入れ替えが激しい 部分となりますでこの構造がうまくこう運用されて今の日本が成り立っているというちょっと思想になぞらえて図を作ってみました。